ウズベキスタン国立美術館は、ウズベキスタンの多種県トにある美術館である。美術館は1918年4月に、ニコライセ世とその他西ヨーロッパの個人所有の絵画、彫刻、装飾家具、磁器など500点を集めて設立された。1918年から1935年までは、 ロシア帝国皇帝のニコライロマノフ宮殿に位置し、1935年から1966年までは人民広場の建物内に設置されていた。1974年、設置されていた建物が取り壊されて、新しい美術館が建設され現在の建物となった。館内では世界各国の美術品、約5万点を展示しており、主に15から20世紀のロシアの美術品、 特に18世紀のロシア帝国期の絵画を数多く展示しているほか、古代から中世にかけた中央アジアの美術品も扱っており、絨毯、金の刺繍、織物、宝石なども展示されている。また、外国の美術品としては、東洋の美術品も多く展示している特徴があり、韓国、中国、インド、日本、イランなどの美術品が展示されている。 開館時間は午前9時から午後5時まで、休館時間は毎月第2月曜日、火曜日の午後となっている。ありがとうございます。